横浜市営バスの124系統はセンター南駅から都筑ふれあい丘駅、石橋、鴨居京王橋を経由し佐世山団地中央に至る路線です。04年に整備された鴨居京王橋を経由する佐世山団地から石橋間の路線、1系統の補完として鴨居駅に鴨居京王橋からアクセスする路線として開通しました。07年のららぽーと横浜開業時には同施設に乗り入れると同時に石橋側を310系統の区間であるセンター南駅まで延伸しています。そして08年には路線の整理が行われ、川台を経由するルートは124系統に一本化され、310系統は川和町駅を経由するルートだけとなり、後に廃止となっています。
席を立ったり移動したりすることは非常に危険です。バスが完全に停車してから席をお立ちください。お客様のご協力をお願いします。小型犬や猫などのペットを連れてバスにご乗車されるときはペット専用のケージをご利用ください。お客様へのお願いです。バスご乗車の際はマスクを着用し会話はお控えください。また予防のためにはうがい、手洗い、アルコール消毒が有効です。感染症予防に協力をお願いします。
羽越駅へお越しの方はこちらでお降りください。小型犬や猫などのペットを連れてバスにご乗車されるときはペット専用のケージをご利用ください。安全のため扉が開いてからお立ちください。
本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。